でもこうなると何喋るのか。じゃあ話してみようみたいな。そう、なんか姫香たちそんな上下関係と か, なんか左右関係が左右関係とは前後とかが激しくなくて大丈夫だから別に敬語とかも注意されたこともないし注意したこともないっていう関係なんですけど、自分的に気になってることなんだけど、先輩だからさ、どの時は敬語でどの時はタメ語でとかそういうのが分かんなくて、結局ゆめかたちの4人の時のめっちゃいい感じの関係だったので、敬語とかは使わないけど、敬語はないけど敬意はめっちゃあった。めっちゃ尊敬してた。そう、お弁当とかも先輩から選んでいくとか、でも敬語は全然使わない。楽しむとかは楽しむけど、なんだろう、常に尊敬してるからこそ自然とできる、順番的にはゆめかとアリアが、アリア、ユナ、エコ、レイラって順番で入ってきたじゃん。でもユナとエコはヒメカたちにタメ口なのに、レイラだけヒメカたちに敬語とかで、レイラはタメ口なのに2人は敬語とかだったら、なんていうの、距離感の格差みたいなが気になるから、そこは 全員タメ口でいいと思う。それがなんか最近動画にも現れてるような気がして、なんか動画内でもその上下関係というかそれに戸惑ってるなっていうのが動画でも見えるから、そのせいでなんか持ってた流れが止まったりとかっていうのが結構あったから、あの気は使わなくていいけど、それはなんか先輩後輩関係なく気は使わずに、距離感は近くだけど、なんか失礼なこととかはしなければ、あとは何でもいいと思うかな。ひよいかはどうですか？リズムゲームとかつなげるときに、あの語呂的に呼び捨てじゃなきゃいけないみたいな、あじゃん、だからその時に結構ヒメカって呼ぶか、ヒメカちゃんってつけるか、花田って呼ぶか。LINE では花田だけどね。え、ヒメカはエコのこと石山って呼ぶし、石山はヒメカのこと花田って呼ぶから、なんか乗り換え、呼ばれるから呼んだみたいな、呼べたから花田って返して、なんか全然楽屋通りじゃないよね、これ絶対すっごいカメラって感じだもん。え、でもさ、なんか全員の時はこういう話しないけどさ、2人とか3人になった時たまにこういう話になるの。ご飯食べてた時、あ、わかる、それそれそれ、ある気になるところ今かも、あんまりないんだよ。自分が一番年上だからかもしれないけど、逆に直してほしいとことか、いや、ないな、ないですか、ないな、全員一つもない。距離が近すぎないからとかはある、結構、距離近い方がいいよ。そうそうそうなんだけど、なんていうんだろう、なんか慣れ慣れしすぎるかなとか。でも姫香たちまださ、あれだよ、13歳とか14歳だよ。いいと思う、別に。そこまで求めてないと思う。でも確かに自分が後輩だった場合って考えたら気ぃ使うかも。姫香は使わないでいいよって言ってるけど、失礼がなければいいんじゃないかなって思う。そのだから人によって失礼だなって思う感じ方が違うから、まあ、これは失礼なのかなとかって考えると、でもそれは自分の基準でいいと思う、なんか同じ人っていないじゃん、全員違う人だから。でも誰かに合わせてたらきりないし、しかもその人がどう思ってるかって自分でわからないじゃん。だから自分が基準で動いて、ダメって言われたら直せばいいかなと。でも姫がダメって言わないけど思ったけど、あ、でも嫌だなって思ったことは嫌だなって言ってほしい。思わないんだよね。思わない。自分思ったら言うもん。嫌だって思ったことをやらなければいいんじゃない、自分がされて嫌なことはしない。嫌なことさえ言っとけば。そうだよ。挨拶返さないとかは良くないと思います。それは良くないと思います。はーい。なんかレイラちゃんが気になることある？後輩じゃん、私たち中1か中1だわ、ちら、中3だな、2個しか変わんないしね、なんか先に生まれただけだよって感じ。偉大なんですよ、2年早く生まれてても。マジ？ゆめかいつもそう思う、なんか先生に向かって何言ってんだとか、親に向かって何言ってんだと思うけど、自分の方がその人よりレベルが上って思ってるから、あの、私にそういう口を聞かないでっていう言葉が出てくるのかなって、ひめかは個人的な意見で思いました。
年上に言わなくない？そういう口聞かないでみたいな。うん、言わない。でも年上だからなのかな、その自分にそういう口聞かないでとか言う人って。どうなの、生まれた順番と思うよね。でも生まれた順番じゃなくてもさ、なんか急に入った順みたいな感じで、うん、年齢上の人よりも下の人の方が先輩だったりとか。ああ、確かに。するじゃん。だから年齢順ってわけではない、うん、な。レイラちゃんって気使ったりする？そう、レイラちゃんめっちゃ気使いそう、うん、なんかタメ口、うん、あんまり使えない。なんかさ、タメ口使うときちょっとあれだよね、使っていいのかなって思ってる感が伝わってくる。わかる。で、だってさ、同い年なんですよ、うん、レイラちゃんと。ですよ。私にも敬語使うから。マジ？もう本当にタメ語で逆にお願いしたいみたいな。ゆめかたちさ、初めて会った時のこと覚えてる？ゆめかちゃんって呼んでた。それはさ、初対面だから。でもアリアもゆめかに敬語じゃなかったし、気にしてた？呼び捨てはしなかったけど。呼び捨てはしなかった。でもなんだろう、会話の中でのタメ口は全然いいと思うし、うんうん。なんかレイラちゃんとかが言ってたタメ口でいいのかなっていうそのテーマについてはいいです、いいですっていう。それがその言いやすい方。逆にその動画内とかで喋ってて、そうそう、敬語だったらその会話とかしにくいなとか思ったらタメ口とかに変えたら。レイラちゃんは敬語で、リナとエコはタメ口ってなると、うん、さっきみたいに隠せなるから統一した方がいいと思う、うん、敬語にするかタメ口にするか。作っちゃう、こういうルールを。うん、作っちゃう、作っちゃう、作っちゃう。じゃあまず、普段の楽屋での会話はタメ口か敬語か。今かは全体的にタメ口でいいと思います。いつもそう思います。どうも、バース。敬語がいいなら敬語でって感じ。うん。いや、動画内はどうするって思いますか？動画内はタメ口にしてほしい、こっちからお願いします。楽屋ならどっちでもいいよ。うん。なんか動画で、なんかノリがあった時に、ちょっと敬語だとやりづらい部分とかあるから。でもタメ口って普段から話してたら、敬語を使うノリになった時に敬語でもできるじゃん。じゃあ、名前の呼び方？それは今のままでいいと思うよ。ひめかちゃん、リアちゃんみたいな。呼び捨てで呼びたいかったら全然いいけど。でもそういう時はあの本人にいいよって言われたらいいと思う、うん、他のところで勝手に急に呼び捨てにしたらダメだと思うけど、うん、今形はいいよって言ったからいいよ。アリアはいいよ、いいよ。じゃあ今形は全然別に呼び方好きでいいと思う。うん、了解です、うん、そんな感じで今形はタメ口ということに決まりました。イエイイエイ。